おお、このプールという場所では、皆が水蓮の修行をしているのだな。ああそこには、渓流を下っている者たちもいる。これはすごい。渓流下りの鍛錬もできるとは、さぞ名だたる道場なのだろう。あ、姫様、お着替えは終わりま、うっうっ あいや、その、なぜか姫様が眩しくて、まっすぐ見ることができないというか、見てはいけないような気がして。遥かなる時の中で、セブン、シチュエーション CD、定めを超えた先に。